ここでちょっとささっと汚れたら洗ってこっち側に流して全部きれいにできちゃうっていうね。これがすごい嬉しい。はい、こちらサンライトクリフ見ていきましょう。はい、540です。かっこいい外観。かっこいいですね。サンライトってね、あそこに真ん中のところにバーンってロゴが入っていて、すごくね、スタイリッシュなコンパクトなイメージですね。上開いてますね。開いてますね。ルーフがパカーで、ワイルドな黒で、で、540XV って書いてありますね。ここもなんかかわいい。ああ、いいね。サンライトのマイクが入ってます。南国って感じ。で、上の方にあそこ分かります？同じ黒でね、ちゃんとサンルーフが、サンルーフ？違う、サイドオーニーがついてます。高いね、背が。手じゃない、背が高いです。でね、違う、値段も高いと思って。値段も1000万円超えしてますね。おー、1000万超え。1000と75万円ですね。じゃあこれいっちゃいましょう。はい、こちら東亜モーターさんのドイツからの輸入車です。サンライトクリフアドベンチャーエディションということです。そして乗車定員4名、就寝定員2名プラス1名、全長 5.4 メートル、幅が 2.0 メートル、高さが 2.6 メートルです。別車両がフィアットディカと軽油で走ります。お値段が1075万円です。はい、いやー、いろいろ高いですね。冷蔵庫。おー、でかい。うわ、いい大きさ。ここにこのでかさの冷蔵庫って珍しいね。ですね、嬉しいですね。しかも外からも取りやすい。でね、椅子がくるっと回転するタイプになってますね。はい、で、あそこがね、窓、上がルーフ。さっき空いてたところですね。ほんとコンパクトかも。収納もね、1個だし、で、そこにあるのがトイレスペースかな。はい、ちょっと後でじっくり見ましょう。ここにクリフとロゴが入ってます。本当だ、赤い車体がね、これ黒なのかな、紺にも見えるんですよね。すごい赤が映えますね。こんな感じになるから超かっこいい、スタイリッシュね。スタイリッシュですよね。で、後ろがね、観音開きになってるんですよ。で、上にファンが乗っていて、あそこにエアコン入ってますね。おお。わあ、すごい、かっこいい。ベッドルームもいいね。はい、広いですね。広々してますよ。で、なんと電気が動く。あそこね、スライドするんですよ。レールがあって。ね、で、収納もちゃんとついてますね。かわいいな。で、こちら側だけ窓がついております。でもね、ちゃんとシェードにしたりもできるようになってますね。わお。ここ、ガスかな？なんだろう。あ、下も。収納、あ、ガスですね。はい。ガス入ってました。はい、ガスしっかり入ってますね。使える、これは。いっぱい料理できちゃうぞ。でね、今ここら辺もちょっとあれなんですけども、この下のところにこの金具がね、乗ってるの分かりますか？はい、ここに金具があるので、はい、はい、ちょっとしたね、あのバイクとか積みたいなっていう人もこれをそう取っちゃって、大きいものも積み込めるようになってますね。はい、めっちゃ白くて広く感じます。で、このドアも重厚感があるもの、しっかりしたドアそうですね。で、こんな風に、ね、ちゃんとシェードしてあげるとしっかりプライベート空間にもなりますね。ちょっと開けてみてください。あ、そっち側が開いてるバージョンですね。はい、開くとこんな感じ。ちょっと背が高いのでいけます。あ、いった。はい、あ、こっち下ろすとね、今度網戸出てきますね。で、こっちだけ下ろすとこう、あ、こういうこともできるんだ。シェード、え、すごい面白い。風は通すけど虫は通さない。そしてプライベート空間もちゃんと保てます。でね、ここにね、このね、開けるハッチがあるんですよ。なので、うん、ここがね、削れててペコってなってるのは、これがね、中からでも開けられるようになってるんですよね。結構、ね、嬉しいですね。はい、光ってるな。はい、で、後ろにもサンライト、横にもサンライトっていうね、マークがしっかり入ってます。あ、でね、こちらに外部充電つなげるところがありました。でね、窓は結構ここついてて、1、2、3箇所あります。で、この真ん中のところは、なんだっけ、マルチルームのスペースになってます。デザインもいいよね。そうですね、
あとサイズ感も日本だと割と走りやすいかなと思います。このぐらいのサイズ感だったら。そうですね。かっこいいな。かっこいいです。存在感あるね。ありますね。高級感と存在感がかなりありますね。みるみるランド。はい、じゃあ中見てみましょう。でね、入ったらすぐ開けたい冷蔵庫があるので、はい、いいですか開けても。すっごい開けたかったんですよさっきから。ででーんとこうやって、はい、アドバンテージって新しいやつで書いてるんですけど、はい、実際これ展示してるの XV って前のモデルなんですよ、はい、あ、そうなんですね。これ中古車。そう、だからそこだけ間違えて言っちゃうとちょっとね、分かる人が聞いたらあれってなるかも。 XV ってこれの、まあ、なこれまあ、性能っていうか機能はほとんど変わんないんですけど、はいはい、ただちょっとねアドバンテージエディションでこれから入ってくるやつの、まあ、顔見せ用みたいな。実際は本当ちょっと仕様が変わるかもしれない。わかりました。なるほど。ちょっとね複雑な事情があってあれです。はい、わかりました。大丈夫です、ありがとうございます。これだけね大きな冷蔵庫で、上は冷凍庫もついてます。そして外からのアクセスもいいですね。はい、でじゃあこうもう座っちゃっていいですか。あ、意外とね机があのコンパクトになってますね。でちょっとこのスライドができるので、こう前に詰めたり後ろに詰めたりすることもできるようになってます、うん、これあれかな、なんかちょっと ひっくり返してちょっとねここの部分でテーブル拡張するやつだね。そう、拡張するパターンですね。わー、いいな。でここにこんな感じで収納するスペースがあるのと、あとここのねフロントの部分もじゃじゃんと収納ちゃんとなってます。これダンパーついてますね。はい、いい感じです。でここのライトもスライディングできるようになってて、はい、あとねここでもこうつけたり切ったりができるようになってるのと、あとね角度もねちょっとこうやって変えることができるんですよ。すごいですね。なかなか便利ねなってます。あとね結構ここもあの座り心地がいい重厚感のある椅子になっております、うん、はい。でこちら側が、はい、キッチンのスペースになってます。いきますよ、じゃん。やっぱり二口コンロ、はい、あった、嬉しい。コンロあるとねいいですよね。そしてこちらがシンクで、ここでちょっとささっと汚れたら洗ってこっち側に流して全部きれいにできちゃうっていうね、これがすごい嬉しい。あ、でねここもですね、ここもスライドをさせられるようなやつがついてますね、はい、はい。そしてここ明るくなっているので、でねこれほらくるくるって分かります、こういう可動式、ね、そうだから当てたいところに当てることができるので、すごい明るく調理ができるのもいいなと思います。でこちらがよいしょ、同じような感じでダンパー式の、はい、収納がついてます。はい、でこちらもそうですね、こちらもね収納になってますね。はい、こんな感じでカトラリーとかもいけるのかな。でこちらも全部収納だ、うん、嬉しい。いっぱい入りますね。かなりいっぱい入りますね。これだけ収納があるとすごい嬉しいですね。よいしょ、はい。そしてこちら側開けてみます、はい、ででんと、どうなってます。シャワールーム、あ、すごいおしゃれ、明るいですね。本当明るくておしゃれな、うんうんうん、しかもちゃんとカーテンついてるから周りが機能的ですね。で鏡もありますし、収納もしっかりある、洗面もありますし、めっちゃいい、窓もあるし、ただねトイレはね多分日本人的にはちょっと高い位置にあるかな。ちょっとじゃあトイレしてみてください。トイレしてみてください。トイレできないですけど、でもまあイメージ的なことですね。イメージ的にはね、またこういうね、はい、こういう感じで高いね、やっぱ高いです。でもねすごい広くって、広々としてて、でちゃんと換気もできるようになってるので、非常にねそこがいいです。おお、ね、それ動くの、ここ動くんですよ。だからタオルとかこうやって干しておける、こういうのもすごい素敵、はい。そして明るい、すごい。じゃあ後ろ行ってみましょう、はい、はい。後ろもね2段ベッド、2段ベッド違う、ダブルベッドになってて、はい、で先ほども見たんですけどエアコンがついていて、はい、ここにね収納が2つ、筒抜けになってるのがこちら側と反対側にもあります、はい、うんうん。あ、でねここ見てみて USB ポートになってますよ、わかります、そう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 、動くし、
USB ポート、ほら動く。でこれもそうですね、動くライト、そして角度も変えられるから、こっちで本読みたい人、あっちは寝たい人とかもできる、うん、すごい素敵。あ、めっちゃ広い。で中はね、ここからもちょっとした、なんだろう、あ、ここに足掛けてこっちに登れるんだ。あ、そういうことね。あ、はい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 。アクセスもね、こちらは、こういう感じで倒すとアクセスができるようになってます。面白い。これなんかちょっとなんだろう、組木みたいになってますね。ああ、はあ、お、便利。はい、とてもねコンパクトなんですけど、すごい機能的に作られてるなと思いました。みるみるランド。はい、トワモーターさんの出展車両なんですけども、サンライトですね。こちらクリフアドベンチャーエディションということで、実際に展示されていたのは一つ前のですね、サンライトクリフ XV、 こちらの方が展示されてました。で今回新しく入ってくるのは、こちらのですね、クリフアドベンチャーエディションになります。サンライト社の長年培った専門知識と製造技術を集約したクリフに特別使用車アドベンチャーエディションを設定しましたと。特別なデザインのエクステリアとインテリアは全てのオーナーを魅了します。クリフアドベンチャーエディションには多くの装備がパッケージ化され、標準装備となってますと。クリフアドベンチャーエディションのボディサイズはコンパクトな 5.4m、 ロングサイズの 6m の2タイプで、レイアウトは3種類をラインナップしてます。バンコンバージョンスタイルにもかかわらず、カセットトイレ、FF ヒーター、温水シャワー、常設ベッドなど大型モーターホームに負けない装備がコンパクトなボディに詰まってますよというのが、はい、こちらクリフアドベンチャーエディションになります。特徴なんですけども、バンコン並みの機動力とキャブコン並みの装備を備えたキャンピングカー、日本国内の使い勝手を考慮した厳選3タイプ、アドベンチャーエディションだけのブラックのボディカラー、明るいインテリアデザインと十分な収納スペース、省電力 LED ライトでバッテリーの消費節約にも貢献、電動エントランスステップで室内へ簡単エントリー、前方後方直前直速の3方向カメラ&モニターで運転時の視覚を軽減と、こういうのが特徴になってます。でギャラリーということで、はい、写真が載ってますけども、かっこいいですね、この黒いバン。はい、これはね存在感ありますし、もう見た目がねかっこいいですね。で室内は、相変わらずねヨーロッパ車という感じで、すごいおしゃれな室内空間になってます。でデザインなんですけども、はい、家具はこんな感じですね。でファブリックがこういう感じになってます。でボディカラーが、黒で、フロントとバックかっこいいブラックです。であと、主要装備ですね、はい、こちらですね、プライバシーを守るフロントキャブカーテン、前にねこうやってカーテンを設置することができます。ボイラー &FF ヒーター 2.3 リットルの 160PAS ディーゼルターボエンジンを搭載、トルココンバーター式の急速オートマチックを搭載と、ミニハンドルの日本国内仕様キロメートル表示です。これ嬉しいですよね。3方向カメラ&モニターで運転時の視覚を軽減します。であとカーエアコンですね、オートエアコン付き、ダッシュボードにビルトインされたタブレットホルダー、ここは USB 電源ポートもありますよと。であとクルーズコントロール、はい、これあるとねすごい長距離の運転が楽になります。でエクステリアなんですけども、はい、外観見ていきましょう。ルーフマウント式のサイドオーニング、ブラックカセットです。であとはねアクリル二重窓なので、まあ暖かいと。アドベンチャーエディションオリジナルのデカール、ブラックのブロッシーグリルと16インチアルミホイール、はい、ここのねやっぱりビジュアルすごいねかっこいいですね。スライドドア、バグネット、虫よけネット、はい、ちゃんとね網戸もついてるので夏場も、涼しく過ごせます。あとはリアの観音扉ですね、スカイライトルーフ、電動ステップ、これはもう乗り降りするときすごい楽です。
であとレイアウトなんですけども、はい、540と600と601とこの3タイプのレイアウトがあって、540と600これは長さですね。540は、長さが540だからハイエースのスーパーロングと大体同じぐらいの長さになります。でこっちの600になると、長さが599なのでねちょっと長いタイプになります。でこの600と601の違いなんですけどこのベッドのところがですねここが若干違ってますね。600はここ両脇にねこういうのがあってで601っていうのは、はい、ここに何もなくてベッドが広々としてると。でこの3タイプが用意されてますということですね。はい、であとね詳細な価格とかはですねここにいろいろ載ってます。はい、はい、というわけでサンライトのクリフアドベンチャーエディション気になるぞという方はこちらのページでご覧ください。